肘でね、ちょっと寝技の打撃じゃなかったんですけど、寝技でちょっとね、相手の肘がね入ってしまってばっくり切れて、結構ねやばい切れ方なんですよ。ちょっとあのバンになっちゃうんで映せないんで、そういう時はこの方なんですよね。表現してもらおうと思って、ちょっと今日企画の前にですね、多分彼はね鈍感すぎるんで気づかないんですけど、すさまじい変化が起きてるんですよ。髪型髪切った、やばいよこの人本当に友人の目がバッツリ切れてるのにわからないっていう、見えない、あ本当だ、やばいんですよ。だからちょっとね今応急処置したんですけど、ちょっと今練習でね、ちょっとこれ血ダラダラになってるんで、今一時的にワセリンで止血してるんですけど、この後走るじゃないですか、結構走るんですよ。血ダラダラ流れてくることが予想されるんですね。あ分かった、あれでしょ、でちょっと、あ分かった、もうすべて把握したわ。え把握したんだよ、いや何も言ってないんだけどな。どういうことどういうことどういうこと、薬草作るみたいな話違う違う、どれくらい切れてるかってちょっと気になるじゃないですか、はい、どれくらい切れてるかちょっと絶対カットしないんで、ちょっと表現してもらっていいですか、いきなり体全体使って、どれくらい、結構普通に俺が後ろからこう組みついてて、相手がこう振りほどこうとした時に肘が当たっちゃって、そうちょっと事故的なやつなんですけど、あとこの傷の大きさみんな気になると思うね、どれぐらい切れてるかってそれをちょっと、あそれぐらい切れてんだって分かってほしいから、俺もカットしたくないじゃん、ちょっと表現してもらっていい、じゃどれぐらい切れてるか絶対カットしないんで、全体を使って、どれぐらい切れてる俺の傷、こっちで左側ね、はい、とりあえず202本もう体温まってるんで、はい、行きます。左側の僕の目尻注意深く見ててもらって、本当にモザイク入れるとめんどくさいんで、カメラワーク完全に多分僕の左側が撮る形になると思いますけど、確かに首から下げた手を入れて、いやちょっと顔映してほしいけど近づいた時のちょっとカメラワークはちょっとまたセンス爆発させてもらって、なるほどね、はい、ちょっと君のセンスに任せます、任せてください、お願いします。きついメニューするって言ったじゃないですか、はい、いるんですよねこの人ちゃんとこの人競技場の設備ありましたね今日もね、はい、公共のね公共のものを使っていかなきゃいけないですよ、はい、ちゃんとやっぱり、ね、需要には応えていかなきゃいけないから、ね、また今日雨でタータンがネトネトなので、ヌルヌルのネットネットなので、ちょっと致し方なくスパイクできます。いや今回は28-30いきたいね、最初抑えるんだ、合計あ違う26-30か、ああ合計56秒、確かを狙いたい、ちょっとケツのペースメーカーたちが最初どんだけぶっ飛ばすか分かんないから、ちょっとそこも含め持ってかれない、自分のペース、はい、自分のペースで、あとストライド、あ1本目同じタイムだけど、はい、ストライド前回より少なく、はい、ストライドを広く、ピッチ歩数を少なくいきたい、はい、分かりました、刻まずに26秒、はい、これちょっと傷のとこモザイクかけてもらっていいですか、編集で、あもう出てます、あ出てます、でも血出てないでしょ、血はうんちょっと赤い、まあ、ちょっとうまいことセンスよセンス、うん、やっぱスパイク入ってるとスピード感ありますね、まあ、毎回同じような練習メニューを映してるチャンネルですけども、まあ、やっぱ下パの成長がないとね見てる方も飽きちゃうと思うんで、これが YouTuber としてもどうですか調子は、いやいいですよ、うん、大丈夫大丈夫、うん大丈夫大丈夫大丈夫、センスセンスだよ、うん、爆発させてるんですか、うん、めっちゃ爆発してるでも前回よりやっぱいいわ、はい、なんかこういう本当に心削る系のやつってなんか2回目だとちょっと気持ち違うね、まあ、確かにね、よし、じゃあ16秒か、あと1本だけ寝ましょう、はい、でも行きます、いや、ありがとうございます全然気持ち余裕あるって言ったじゃん、はい、このアップの後行くって決めてアップ終わった瞬間にもう吐きそうになってきたのよ早いねやっぱりちょっと怖いわ、ちょっと怖いわ、1本目で吐かないでほしいね、まずね、え1本目で吐かないでほしいね、本当だよね、2本あるんでね、20今大丈夫、大丈夫、あ、こっちも考えてもらっていいですか、バンバン対策大丈夫、大丈夫です、血移ってない、はい、26-30ね、26-30最初の26どんだけ余裕持っていけるかだよね、そうだね、前回結構突っ込んで26だったんで、うん、しっかりカーブで倒れ込ませる感じを使いたいね、そうだね、でもやっぱ後半
だピッチャーいけると思って無理だと思うから、どんだけ楽にストライド広げられるか。なるほど、うん、いや本当そうだね、はい、今大丈夫大丈夫今手任せぐらい、ちょうどいい絵になってる今大丈夫、ちょすごい内容も伝わるし血も映ってないっていう完璧な、血も映ってない、あやっぱお前すごいわ、ね、お前お願いしてよかった、私も YouTuber なんでね、はい、映像のプロなんで、プロの方なんですね、はい、シドボン行きまーす、おいよまーす、セット、ドン。200m プラス200の前半です。今回は一人じゃないぞ、競技場の設備という小場さん、もう完全ペースメーカーとして役割を担ってくれてますね。ここ離れないでほしい。でもどうなんだ、最初飛ばしすぎて疲れちゃうけどな。でもいい感じにリラックスできてるんじゃないですか。さあ1本目の対応、お26秒31でございます。まだちょっと余裕ありげじゃないですか。26秒31、まずまずのタイムです。でも本当にね、予測通りのタイムだと思うんで、さあこの時間すげえ大事だぞ。シャバ歩け歩け、スタート20秒前、呼吸整えて、さあここからがメインディッシュですね。10秒前、5、4、3、2、1、スタート。後半、うわ、コバさんもきすぎる、上げてくれ。うわ、これでコバさんの電子のパンもくっついていってほしい。いや、このペースで30秒ギリいけるかな。ちょっと上がらない、ちょっと押してる押してる、下パン間に合わないぞ。高校生見せながら、どんどん高校生に連れていく。高校生も28秒取れてるから、ちょっとこの距離まずいぞ。おー、30秒08、お疲れ様です。シダファン2本目のタイム30秒08、よしよし、これは達成じゃないですか。よっしゃ、めっちゃ嬉しい。おめでとうございます。めっちゃ嬉しい。よしよし、しかもゼロ、はい、ゼロですね。よっしゃ、いやもうこれほぼほぼ達成じゃないですか。いやーすごいね。よし、1週間ちょっと成長あるね、うん、1週間2秒成長したねこの間もちょっと金広さんに指導受けたね、有酸素メニューとかやってたんですよ。あー、実は、まあ、裏で支えてくれてる人が。なるほど、やっぱいろんな協力者がいるんですね。いや、めっちゃ嬉しい。いや、おめでとうございます。やばい、いや、やばい、嬉しい。やばいよ、だってこのぐちょぐちょの芝生にさ、ひざまずいちゃうぐらいだぜ。触るのもちょっと嫌だけどさ。いや、もうね、ちょうどあの HP0 になって、このここの通った瞬間にで、いい配分ができて嬉しかったけど立てない。いやー、よかったね。で、ストライドちょっと広げられてたでしょ。うん、頑張って頑張ってた。いやー、コバさんのおかげじゃないですか、これはもう。コバさん、えぐすぎでしょ、うん、ちょっと需要を満たすね。コバさん、25。多分25、28ぐらいじゃないですか。やばすぎる、コバさん。さすがっすね。ここ、ぬるぬるなんですよ。なんかね、競技場がね、なんかぬるぬるするんですよね。しかも、この人いつもあの、アップやっていいですよっていうのに、もう楽しみで、もうやろうって言ってすぐ走っちゃうのに、このタイムですから。いやー、嬉しい。あ、やばい。今来てる。早く、流して流して。やばい、ちょっと流しもつけてもらっていいですか。はい、ちょっとわがままボーイなんで。さあ、開放のギ流しでございます。おー、今日は仲間がいるから楽しそうだ。また応援ソングが聞こえてきそうですね。走り出せ走り出せ、明日を迎えに行こう、君だけの声を聞かせてよ、全部感じてるよ。はい、頑張ってください。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。また、わだぼりで。またわだぼりで。はい。ドゥルルルルルン、ルンルルン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 。けれど。確かに
歩んできた道だ、あの時思い描いた